あ、ちょうど3時店じまいしてキャンプ場に向かいます。今日のキャンプ場はサイコです。どうしろっつうんだよ。どうしろっつうんだよ。ついてまず撮影しましょう。そういうのがいいよね。多分このタイミングしかないです。暗くなったらもう撮れないもんね。雪が多いとかここで貼るの。朝起きたらめっちゃ傾斜ついててな。美味しいね。美味しいです。甘いんだけど、甘味のラムサじゃなくてブドウラムサだから。かもしれないね。確かに。しっとりしてるな。晴れてるより綺麗な写真撮れる。いいかもしれない。もう入れてパンの素、はい、でしばらくこう蒸してるとパンが膨らんでとかできるっす。設備がいろいろある。そう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 。ここがね、アウトドア何でもあるですね。ゆるキャン、あ、ゆるキャンです。ここにもゆるキャンの波が。こんにちは。水口さんです。テントサイトはい、はい、そうですね。運んだ方が良さそうだね。はい、今日はこの MSR のこれ初めて僕作るんですよ。カーボンリフレックス2という、まあ、カーボンのフレームを使った非常に軽量なテントですね。しかもこれでコンパクト、これを組み立ててみたいと思います。ただ初めて作るんでちょっとどうなるかちょっとご容赦くちょっと手間どおり。まあまず基本としてグランドシートを敷きましょうね、はい、これどっちが表とかあんのかな。まあ、こっちだろう。まあ、これで土地をまず決める感じですね。網を初めて中身見ますけど。はいはい、これがペグですね。はいはい、これが本体だ。でこれフライシートですね。でこれがカーボンフレーム。でね、この袋類なくしやすいんで全部ねこうちゃんと入れる癖をつけたんです。袋をなくすんすよ。カーボンね、カーボンフレームは
ここを簡単に組み立てられるんですね。慣れたらすごい早いんでしょうね。まだ初めてで、いや、ハンマーがないね。昨日なんか叩くやつ石は、はい、叩くやつ。今ちょっと張り方間違えちゃいましたけど、本当はあそこを打ったら対角線上をこう打った方がいい。事故情報で、うん、本当はね、はい、じゃないとこうやって張らないですよ、テープ。なるほどね。はい、こう。トラック、ん、これ簡単だわ。おお。で、フライシート。で、ここに。調整するね、これね。盛り上がってくるでしょ。もうテントですね、完全。ここが荷物置き場とか靴を置けるんですよ、ここの。なんていうのかな、なんて言うちで言うとかまちみたいな感じですね、ここが、はい、ここに荷物を置く。でテントの中に大事なカメラとか入れるんだけど、外に置いといてもいいものはここに入れる。前室ですね。そうそうそう、前室ね。そのまま、ね、寝袋で寝ると痛いから、やっぱりマットを敷きたいということなんですけど、本当はこっから口で入れて膨らますんですよ、こうやってね。でも僕はこういうものを持ってて、これで膨らまします。すごい。でこれも、ま、これしばらく放置しとくだけです。電池式ですか。電池式ね。これがね、バカになんないですよ。別の作業できます。別の作業に行える。これ要素で。はい。入ってきます、入ってきます、ね、おなじみの ST310、まあ、あのストーンブレーカーが出て、でストーンブレーカーは風に強い秘密って、ここに風防があるんですよ、ちょっと壁があるんですよ実は。そこでダイソーに売ってる可愛い抜き方5個組じゃないとダメです。4個組じゃダメです。5個組のが この一番大きいやつが風防になるんですよ。よく映してくださいね。で開けると、これたくさん俺買ったんだけど、こう入ってですね。でこれを使います。そっちは使わないですね。これ使わないです。じゃあこっちだけ開けましょう。クッキー用に、ね、これ食べたくさ、まあちょっとこうします。でどっちではめてもいいんですけど、このポッチがある方ね、これが下の方がいいです。
こうやった。まさか。はい、すげえ。これね、すごい効果。マジですか。はい、びっくりでしょ。ドンピなんですね、うん、ちょっとこの日野にこう触ってみると分かります。こう抜けない。あ、本当です。バッチリです。すげえ、ね、うん、でこの抜き方が若干合わせ目があるんですよね。ここ分かりますか。ここでバネ効果でガチッと上がるんですよ、ね、ここに遊びがないとはめづらいんだけど。へえ、すげえ。これね、みんな真似してください。でこれで膨らんだらすぐこれを、まあ、口で膨らましても、この機械がなければ口で膨らませるんだけど、まあ、これコツはパンパンに膨らましすぎないことですね。心地いい硬さを自分でちょっと考えてね、これ膨らますと。であとはもう寝袋はこう広げて、やっぱりね、料理する前に寝床を作っとくっていうのは大事ですよね。でね、はい、安心でしょ。確かに、もう食べて寝るだけっていう状況。そう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 、酒飲んでもいいんですよ。その後に、まあ、こんなの基本の基本なんですよ。テントと寝床作らないで飯作り始めるのはダメです。具の骨頂、はい、でいろんな袋類はこう一つにまとめとくとなくさないですね。はい、はい、これで完成です。これ全部映ってますか。この全体像、はい、中に入ってるんですよ。そうそうそう、舐めてね。という感じ。はい、はい、やることがすごいある。まずね、はい、やっぱり横沢鉄板、やはり鉄板からしましょうか、はい、ね、ね、だいぶ育ってますか。すごい。これはストームブレーカーですか。ストームブレーカー。ごま油を入れて、でもごま油ですね。手的にこう、そっちこう向きだな。ナス美しいでしょ。美しいです。ピカピカナス、ピカピカだし、紫が、黒からの紫のこのグラデーションというか、ね、このもも肉を、ここも一個あった方がよかったもも肉を一口大にこう切っていきますね。一口サイズですね、言ったらね。はい、一口サイズ、一口サイズ。これ相当な量ですね。何グラム、何グラムですか。うん、まあ4人だとこれぐらいの量なんですよ、大体。なるほど。もも肉1でこれぐらい、こんなにかかるもんね。これがあと2枚。そうそう、やばいでしょ。ストーンブレーカー買ってない。そのかわいい方の弱い。でこれをこのタッパーに
て、入れていきます。皮も入れちゃいます。で、これでこれが僕が作ってきたソースなんですけど、醤油と酒、あと砂糖です。醤油、酒、砂糖で、これでこれ10分漬け込みます。で、蓋してここを揉んだ方がいいですね。染み込みます。そう、もうすでにうまそう。うまそうでしょ。でも君たち何ができるか全く分かってない。全く分かってない。全く分かってない。これがサプライズ。これで焼くっていうわけじゃないんですね。そう、焼かないです。焼かないですね。焼かないです。で、本年も茹でときましょう。ナスすごい色がナスやばいです。俺知らんで買ったんだけど、こうなる。あ、手で折れるね。音でこう、こうしたかった。お、来た。来た、ヒロの。あ、危ない。出番が来た。これ持ってないと。あ、ここで出るか。出るのか。あ、出た。出たそれついてんの、セブン。おそらくついてます。何とか使いました。セブン機なの。では、これでも開けたらさ、飲み切らないだよ。これ蓋ついてなかった。プラスチック、そっちの一生蓋ついてるよ。いや、違う、さっきのめくったやつ、白い。こんなにもないでしょ。あらららら、飲み切り。一生まあ、3人だから結構なくなると思いますけどね。水を飲まなければ2リッターあるけど1800。まあ開けようぜ、これ飲めるす。これさあ、でもいいから開けない。しょうもないっす。それ本当にそういう風。いや、そうっすよ。氷とかいいっすか。はい、まずは常温で。ちょっと美味しい。へー、うんうんうん、絞り汁って感じ。濃いんですか。ね、うまい。ちゃんと絞り汁。中華鍋。だいたい こんなもんだ。もうちょっと多いっす。これぐらいに。美味しそうですね。でしょ。で、鶏をくれ。鶏にしようんすか。豪快にいっちゃったね。
大丈夫かな、不安でしょ。準備したやつ全部入れちゃったけど、どんどん縮んでいくからね、みんな。すべての鶏も縮むでしょ、キャベツももっとしなしなんだって縮むから、ちょっと火力が弱いね。ちょっと大丈夫かこの量。じゃがいもが投入されましたよ。そして餅も投入されました。じゃがいもなかなか火通らなそうだよね、うん、大丈夫ですか。いや問題はだからこれ火が弱いことですわ。鍋コチュジャン、ニンニクチューブがしかも結構な、ここは緩んでたりする。風が強いんだ。よし、マジでない。結構豪快にいった。これって何倍ってことじゃないんですよ、僕の感思うけど、書いてあるじゃん、よくレシピで、うん、いい味になるまでですよね。なるまで。いや、これ餅でネトネトになってない？なってます。食べちゃったんじゃないですか。あ、これ餅。あ、餅っぽいですね。熱くない、熱くない、大した。どう、うまいでしょ。うまいでしょ。うまい、うまい。鍋っちょにも見てください。うん、うまい、うまい、うまいでしょ。要はこういう味です。あ、これもっちゃない、食べちゃない。いただきます。持ってねえか、大丈夫。どう、うまい。まだ完成しません。始まってきて、全部開けてきます。なるべく。投入。おお。すごい。焦げちゃう。確かに。止めようか。なんか焦げっぽい匂いがする。焦げが強まるとやっぱお腹が出てきます。チーズタッカルビでした。よくみんなで食べましょう。ああ、うまいけど、俺もだいぶ餅でご飯もらえばになってるから。お餅は溶けてくるね、きっとね。そうですね、してた。よし、ナミちゃんも一回止めて、はい、食べましょう。はい、行きます。10時です。早っ。大変だね、ご飯食べるっていうことは。ずっとなんかやってる感じがするけど。ね、まあでもやれるもんですね。うん、でも暖も着たいぐらいだね。セットして、あ、まあこんなにきっちりやる必要ないか。いい音してますね。ガスの方が音は出ますね。そうだね、確かに。
構今カリッて。ご飯を。ニューカントリー、ニューカントリー優秀です。でも、ありがとうございます。すいません。大丈夫ですか？大丈夫。ロウソクのやつですか？うん、ロウソクもあるし、あれ電気もスープ、なんスープ、カレーパスタです。おー、簡単です。スープカレーパスタを茹で、はい、スープカレーのレポルトを温めて、そこにパスタ、絶対美味しいよ。で、ピザもあるから、それは鉄板で焼くだけです。
と待って。すごい焦げてる。野生味は取れる。あ、でもうまそう。美味しいFresh like air, no pollute. We didn't came too far, there's no flu. When you on my arm, you look great. Let them hate, cause they on mute. And girl, I brought you around my mom and them. Now I can't come around without you. I got money and respect, but you know that that pussy's power. Type to make any man feel rejection. I was no coward. Got your heart in my possession. Guess you can say it's ours. You find life. Let me just say you gifted. No understatement. Let me rephrase it. You so exquisite. I'd be dumb if I didn't turn you into my missus. Been through your ups and downs, but with me you only get lifted. I got a girl that compliments my fly. And when it goes down, she's gonna eat some fly. I got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly. And when it goes down, I know she can cry. Somebody I can call mine. うまい。待って、なんでこんな美味しいんだろうね、組み合わせ。カレーパスタです。朝ごはんです。これで完成です。アビちゃん食べてください。ありがとうございます。いや、楽しかったですね。撮れてるの？撮ってる？今撮ってます。やってみました。何時間だ？18時間。十八。事務所から19時間、24時間はやってないキャンプ。そうですね。出てから。ラブちゃんどうだった？いやー、思ったよりも楽しめましたね。あ、楽しめた。はい。乗ってきますか。今度光くんも連れてたんだ。ね。到着。
ありがとうございます。お疲れ様です。はい。河口湖から帰り1時間ぐらいですね。そうですね。はい。で、だいたいね、昨日の3時に出たから19時間。19時間キャンプでしたね。結構楽しめたよね。楽しめましたね。ね、ご飯つく、あの外でご飯作るだけでこんなに楽しいなら行くべきでしょうね。はい。で、ちょっと補足すると、テント張るときにちょっと行ってなかったことがあって、テント張るときはその場所が水はけがいいかどうかを確かめること、あとは雨が降った場合、あとは夜露が出た場合、自分がこうテントの中にいて濡れないかどうか確かめる、もしくは対策をすることは大事なので、それはちょっと思ってください。はい、そうですね。で、まあ、キャンプに必要なものっていうのはまた改めてグッズを紹介したいと思いますね。今回それを紹介しきれなくて、また改めて、またキャンプ動画を撮ります。とりあえず今日は片付けをして終わります。そういうことです。